どうぞ。はーい。もう目開けていい？もう目開けるよ。いいよ。はい。こんにちは、ガクチャンネルの学部です。今回はこちら、北行くよ生誕祭きたーん。俺バンドメンバーをキタちゃんにしようと思う。ということで、なんと今日は結束バンドのギターボーカル、北行くよさんの誕生日です。キタちゃんおめでとう。俺もいろいろ準備してきたんでね、今回は特別な動画を皆さんにお届けしたいと思います。まずは先日行った生放送の様子からご覧ください。どうぞ。北行くよプラスウィッグちょっとこれはね、新企画で使おうかなと思ってるんで、もう楽しみにしててください。ね、4月北ちゃん誕生日なんですよ、だからちょっとなんかやろうかなって思ったけど、これこの北行くよプラスウィッグがね、俺のサイズにはちょっと対応してないんでまあちょっとこれ記憶のどっかに入れといて、なんかやるから、ね、はい。俺、北ちゃんのね生誕を記念して、北ちゃんのコスプレ衣装を買って、それを着てギター弾こうと思ったんだけど、間違って M サイズ買っちゃったんだよね。でね、 XL サイズを購入した方のレビューを見てみると、シャツがユニクロとか GU なら M くらいのサイズ感ですって言ってたんで、男の M サイズでもギリギリな俺が着たら多分はち切れるよね。どうしようって感じで悩んでたんだけど、まあ、ピンチをチャンスに変えるしかないと思ってね、こうなったらもうバンドメンバーにお願いして着てもらおうという答えに行き着きました。出ないな。もしもーし。あ、もしもーし、すずさん。はい。うん。ごめん、今大丈夫？なんざましょう。なんざましょう。ボッチザロックあるじゃん。うん、ボッチザロックのさ、北ちゃんっているじゃん。うん。そう、北ちゃんの誕生日が近くてさ。あ、そうだ。うん。4月21日なんだけど。うん。で、俺、それに合わせて、北ちゃんのコスプレ、ちょっと挑戦しようかなって思ってさ。そう。いや、俺も普段ボッチちゃんのさ、コスプレしてるから、ちょっと今回北ちゃん行くしかないと思ってさ、北行くよプラスウィッグっていうさ、コスプレ衣装買ったんだけどさ、じゃあだそれサイズさ、M 切れると思ったんだけど、レビュー見たら、XL で、ユニクロとか GU で M サイズぐらいって書いてあってさ、もう完全切れないのよ、もう。え、ってことは M サイズ？だから、XL 買ってようやくユニクロとか GU で M のサイズらしくて。で、M 買ったからもう終わったんさ、もう。しかも結局俺、すね毛もやっぱ剃りたくないから、ちょっともうしずさん、ちょっと頼むわ。来てくんない？北ちゃんのコスプレしてほしいって申し訳ないけど。え、ボザロ見たでしょ、アニメ。え、でも見てる、今2週目入ってる。お、いいじゃん。ちょ、いいしょ、別に。コスプレ抵抗ないよね、しずさん。いや、まあ、いろいろね、切ってはいるけど。うん、してるよね、コスプレ今までも、いろんなの。え、うん、してるけど。うん、ちょっと頼むって。え、動画配信？ライブじゃなくて、悩んでんだけど、うん、一番いいのは北ちゃん誕生日合わせて動画にできたらなと思ってて。なるほどね。はい。ちょっと頼むって。ボッチザごっこ。いい、いいって言ったね、今。いや、ありがとうございます。ボッチザごっこっていう新企画やりたくて。うん、そうで、俺バンドメンバーを北ちゃんにしようと思うっていうのを第一弾でもう、そういうタイトルにしようと思って、だから祝北行くよ生誕特別企画みたいな感じで、ぼっちザコッコみたいな。ぼっちザコッコいいね。いいでしょ。じゃあお願いします。やった、ありがとう。これでスネゲ剃らなくて済むし、そうで、あと俺さ、ぼっちちゃんと北ちゃんが2人で練習してるシーンあるじゃん、もうあれをさ再現したかったから、ちょっとさ、ギターで教えてあげるからさ、北ちゃんパート。その代わり頼みます、コスプレをお願いします。じゃあとりあえずスタジオ予約するんで、スタジオ取ったらまた連絡します。内部でね、いつものスタジオね。お願いします。はい、お願いします。ありがとうございます。それだけごめん。お願いします。はい、お疲れ様です。すいません。お願いします。失礼します。はい。いけるわ、これで。ぼっちザごっこ。しずさん、ありがとう。じゃあ、スタジオ予約したいと思います。ガクチャンネル。はい、スタジオに来ました。ここはね、北海道の苗穂のカディスさんというスタジオでね、今撮影させていただいております。はい。ということで、もうここに来たということはね、もうしずさんにね、許可をもらったということなんで、もうね、来ちゃってます。はい。本番入りまーす。大丈夫ですか？はい。俺目閉じてるんで、はい。ついにね、俺バンドメンバーを北ちゃんにしようと思う、ぼっちザごっこのね、北行くよ生誕企画ね、しずさん着替えてくれたみたいなんで、もうね、俺のメンバーが北ちゃんになってるはずです。大丈夫ですか、スタッフさん？ OK です。
ふうかちゃん大丈夫ですか？はい、大丈夫です。はい、じゃあ登場してもらいましょう。きたちゃん、かっこしずかちゃん、どうぞ。はーい。もう目開けていい？お目開けるよ。いいよ。はい。おちょ、顔が見えない。なんか危ない動画みたいになってるから顔見してください。はい。おいいじゃん。いいいい。おいいよ。みんな皆さんどうでしょうか。もういいじゃん、想像よりいい。あ、本当に。やっぱり体重がね、静香ちゃん、あの北ちゃんとほぼ同じらしくて40キロ台ということで、スラッとした結構いい服だねこれね。うん、あの着心地もすごく良くて、ニックのね状態もすごくいい。あとはコンタクトかな。え、コンタクトは、コンタクトがちょっと足りない足りないって感じになってますけど、はい、ということで、まあ、いやでも良かったよ。いやなんかね、もっとなんかあってなると思ったけど、やっぱり現実と二次元の超えられないみたいなのあると思ったけど、超えられないよそこは。もう俺自分で慣れてるから自分で慣れてたから。しずさんもすごいいいじゃん。いいよねみんなね。いやいやいや、どうでしょうか。ぜひね、感想コメント。いやいや、いらない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 。何が悪い怒ってる何が悪い、まあ、なんかあっても何が悪いって言う。いやじゃあもう早速北ちゃんになっていただいたんで、ちょっと俺もテンション上がってるんでね。俺もぼっちちゃんになりきって、しずさんがあのそもそも弾き語りができるんですよ。で自分の配信でもね、まあ、あのこんな感じでね歌ってらっしゃるんで、弾き語りね、アコギでやってるんだもんね。うん、弾き語りで、はい、ということなんで、あのモッツァロックの曲もね配信で歌ったりとかもしてます、してるみたいなので、あのじゃあそれをちょっと今実際ここに俺のね持ってきた北ちゃんギター過去格安があるんでこれを装備していただいて、はい、おいいじゃん、シズーンじゃない、北シズーンシズさんなんだけどいいじゃんいいじゃん、こういう感じになっていただいて、じゃあちょっと俺もね装備して、あの弾き語りの方のコード進行なので。あ、なるほど、北ちゃんパート、ね、ちょっと違うんですけど、ね、弾き語り用のコード弾きなんでね、うん、で俺もじゃあぼっちちゃんパートちょっと弾こうかな。じゃあやりますか。やりますか。やっちゃいますか。じゃあちょっとチューニングして、うん、はい、チューニングしましょう。1、2弦のチューニングがペグが北ちゃんは大丈夫だね北ちゃんは大丈夫、北ちゃんまでペグ破壊されたらもう終わる伝染するかなと思って。誰が助けるにじかちゃんがいる、にじかちゃんがいる、スティックがみんな壊れるよ、スネアのチューニングがっつってじゃあちょっとチューニングしまーす。ガクチャンネル。いやあのね、北行くよ生誕記念ということでね、これこれをねプレゼントしようと思います。北ちゃんちょっとこれおめでとう。北ちゃん、北ちゃんおめでとう。ハッピーブースデー。これつけてやったらいいの？これつけて？どうやってつけるのこれ？しずさんできる？待って、ギター持っててほしい。今ギターンって言ったからこうやってやってからこうやって、ね、おめでとう、きたちゃん、イエーイ、きたちゃん、あ、よかった、きたちゃんをいわゆる、まあ、あんま見えないえ、かぶるじゃん。めっちゃかぶってますまあいいまあいい、とりあえずこれでいきましょう。もうこのね、生誕祭な感じで演奏ね、しずさんの弾き語りと、まず正座になれたら、正座になろっか。うわー、なれるかな。正座になれたら頑張ります。はい、ガクチャンネル、いきますか。じゃあテンポ出しとく、軽く聞く、うん、これぐらい、ワン、ツー、スリー、フォー、ジャンっていう感じで、はい、いきましょう。はい、正座になれたら、しずさん、きたちゃん、かっこしずさん、弾き語りと、俺、ぼっちちゃんバージョンで。聞いてください。ワン、ツー、スリー、フォもうそこに一番星駆けを踏んで夜に紛れたくなる帰り道どんなに探してみても一つしかない星何を込め離れたところから
もうだからぼっちちゃんときたちゃんはこうやって練習してたんだよ多分。いやそうだよね、こうやって2人で、うん、そう、ええやん、ええやん、楽しくてちょっと鼻水出てきたわよし、じゃあ忘れてやらないもやろうか、忘れてやらない、ね、忘れてやらないこの瞬間を。ガクチャンネルいきますか、しずしずよいきますか、収穫祭楽しむ、行くぜ！この気まずさも倦怠感も太陽は隠れながら知らんぷり、ただごと揺れる満員電車、すれ違うのは特急列車、輪郭のない雲の表情を探してみる、作者の気持ちは答えなさい、一体何が正解なんだ、予定調和のシナリオ踏み抜いて、青い春なんてもが僕には似合わないんだ、それでも知ってるから、一度しかない瞬間は儚さをはらんでる、絶対忘れてやらないよ、いつか死ぬまで何回だってこんなこともあった、ありがとう、いやー楽しかったわ、楽しかった、大丈夫これ、きたしずよありがとう、羽織っちゃったけどありがとうございます、しずしずよありがとう、ありがとうございます、忘れてやらないでした、忘れてやらないでしたわーって言わなきゃダメだ、ぼっちちゃん一言それ曲順逆だったけどね、曲順逆だった、まあ実際こうやってね、しずさん弾き語りで普段演奏されてるみたいなんでね、ぜひしずさんの配信もね要チェックということで、チェケラー、はい、これはねちょっと弾き語りバージョンと俺のぼっちちゃんパートだったんだけど、実際にちゃんとね北ちゃんパートをこれからしずさんに伝授、俺がねぼっちちゃんのように北ちゃんに教えて、しずしずように教えて、はい、俺バンドメンバーをキタちゃんにしようと思う祝キタ行くよ生誕特別企画ということでぼっちザごっこね、ぼっちザごっこっていいかな、ぼっちザロックみたいな、ぼっちザごっこ、ね、どんどんねぼっちザごっこ進めていきたいと思います、えい、スーさんどうでしたね、楽しかった、楽しかった、純粋に久しぶりにスタジオにね、うん、一緒にこうやってみんなで入れたし、まあ、みんなでね
ここもうさ、もう10年ぐらい前から使ってるじゃない、ここのスタジオ、はい、まさかコスプレをしてここにいるとは思ってもいなかった。北行くようにスタジオになるとは思ってなかった。思ってなかったね。俺もこの格好でねスタジオ来れて嬉しかったです。トイレ行けないですよ。いいんだよ、自信持って行こうぜ。何が悪いって言えばいい。何が悪い、はい、ということで今回第1回目ということでね、北ちゃんの誕生日に合わせて、まあ、おそらく投稿されてるはずなんでね、はい、北行くよちゃんおめでとう、ハッピーバースデー。そして俺はぼっちさごっこを進めていくぜ。はい、皆さんぜひねこの動画いいなと思ったら、高評価とチャンネル登録ねぜひぜひよろしくお願いいたします。はい、Twitter とかねインスタグラムとか SNS やってるんで、そちらのフォローもよろしくお願いします。しずさんの YouTube のリンクを載せとくんでね、下に、ね、ありがとう、ぜひチェックお願いします。はい、お願いします。ということで、ね、次回続くんでね、はい、続くのかわかんないけど続くはず。はい、ということでありがとうございました。ありがとうございました。しずさんありがとう。いや、こちらこそ、みんなよろしくお願いします。したっけな、お疲れ様でした。したっけな、お願いします。